皆さんこんにちは。おにぎりくんの日本語発音教室へようこそ。皆さんが日本の小学校の給食の風景を見たら少し驚くかもしれません。クラスの全員が自分の席に座って一斉に手を合わせていただきますと言ってから食事を始めます。そして給食の時間が終わったらまた一斉に手を合わせてごちそうさまでしたと言って食事を終えます。このようにいただきますとごちそうさまでしたは小さい頃から特に厳しく教えられる挨拶です。ですが実際は大人になってからは調理した人が目の前にいない場合はあまり使いません。今日は食事の時の挨拶について詳しくお話しします。いただきますは食事の前の挨拶です。日本語で一番高いところをいただきと言います。昔はありがたいものをもらうときに頭の上に掲げるような動作をしたことからいただくというようになりました。いただきますはひらがなです。漢字では書きません。ごちそうさん、ごちそうさま、ごちそうさまでしたは食事の後の挨拶です。ごちそうというと立派な料理のことを指しますが、もともと馳走とは馬に乗って走り回るという意味です。お客さんをもてなすためにあちこち走り回って食材を探すほど苦労してくれたことに感謝する意味からできた言葉です。いただきますとごちそうさまの由来からするとどちらも食事を与えてくれた人に対しての言葉です。そのため自然や命に対する感謝というよりは食事を与えてくれた人に対する感謝というニュアンスが強いです。なので調理をしてくれた人が目の前にいない状況ではいただきますやごちそうさまはあまり言わないということだと思います。家で食事を作ってくれたお母さんに対しては毎回言うのが理想的です。食事を美味しいと思ったら美味しかったですなどと感想を述べるのもいいですね。ごちそうさまはひらがなでも漢字でも書きます。また食事の後、別れる時などに今日はごちそうさまでした、もしくは別日に先日はごちそうさまでしたという場合はおごってくれてありがとうの意味の社交辞令的な挨拶です。派生的にごちそうさまを全く別のシーンで使うこともあります。それは人の自慢話や恋愛などののろけ話を聞いた後です。お腹いっぱいになるほど聞いたのでもういいですという意味でごちそうさまと使います。冗談っぽく言う時と軽い皮肉を込めて言うことがあります。もし誰かに言われた時はどちらの意味かわからないので要注意ですね。本日の勉強はここまでです。
もしこの動画が役に立ったと思った方は、ぜひいいねボタンを押して教えてくださいね。そしてもっと勉強がしたい方は、おにぎりくんのサイトもご覧ください。日本語の発音と会話練習用のアプリもダウンロードできます。また個別指導をご希望の方は、そちらからお問い合わせくださいね。これからも一緒に頑張りましょう。